皆さん、こんにちは。高校生の頃に演技アカデミーにて演技と映画武術を習得し、多くのオーディションに参加、その後ソウル芸術大学映画科へ進学したハン・ヘジンさん。夫の小学生に聖魔と暴行をし訴えられた事件の真相に言葉を失う。今日はハン・ヘジンさんのことについて紹介します。まずはハン・ヘジンさんの経歴とプロフィールから紹介します。ハン・ヘジンは韓国全羅南道出身の女優。1981年10月27日生まれのハン・ヘジンさんは子供の時から俳優を夢見ていたそうで、高校時代には演技アカデミーで演技と映画武術を学び、数々のオーディションに応募していました。そして2002年に放送された日韓合作ドラマフレンズのオーディションに見事合格し俳優デビュー。ドンゴンさんの妹役を演じ好評を得ます。続けて2004年には朝のテレビ小説あなたは星で初の主演を務めたことがお茶の間で大きな話題となり、朝ドラとしては異例の視聴率 20% を超え、ドット KBS 演技大賞新人賞を受賞しました。2006年にはハン・ヘジンさんの代表作ともいえる韓国ドラマ「首謀」で美貌と賢明さを持ち、二人の王子から愛されるヒロイン役を演じ、トップ女優の道を駆け上がっていきます。日本で放送されていたテレビ番組「笑っていいとも」にゲスト出演したこともあり、バラエティで見せる明るくて愉快なキャラクターに日本のファンも一気に増えたそうです。私生活では2003年から2012年までドットブラウンアイドソウルのメンバーナオルさんと交際しており、2013年に夫のキ・ソンヨンさんと結婚しました。クリスチャンであり、日曜は仕事があっても礼拝に行くことを事務所と約束しているほか、数々のボランティア活動も積極的に行われています。ハン・ヘジンさんの夫であるキ・ソンヨンさんは1989年1月24日生まれのサッカー選手で、韓国代表元首相にも任命され最優秀選手に選ばれたこともある方です。中高時代の5年間オーストラリアのジョンポールカレッジでユースサッカー教育を受けた後、2006年に FC ソウルに入団。2009年には横浜 F マリノスがソンヨンさんを獲得しようと動きましたが、ドット FC ソウル側の引き止めにより日本への移籍は叶いませんでした。大活躍を続けた後、2019年のアジアカップをもって韓国代表からの引退を表明し、その後も社会的弱者層の児童やサッカー有望株のために約1億9000万円の寄付を行うなど慈善活動もされています。ハン・ヘジンさんとキ・ソンヨンさんは2011年にベトナムで開かれた第1回トサンアジアン W 杯で出会い。2012年にヘジンさんが MC を務める番組「ヒーリングキャンプ」にキ・ソンヨンさんがゲスト出演をしたことがきっかけで距離が縮まりました。番組内でキ・ソンヨンさんは自身の理想のタイプについて、ハン・ヘジン姉さんのようなスタイルがいい、ヘジンさんのような女性ならすぐ結婚すると答え、ヘジンさんより7歳年下であるソンヨンさんの猛アタックにより交際に発展したそうです。その後2度にわたり熱愛報道を否定していましたが、2013年3月フィフォー杯で代表チームに合流したキ・ソンヨンさんのサッカー集図にハン・ヘジンさんと思われるイニシャルが入っていることが発覚して熱愛を認めることになりました。そして交際期間7ヶ月で2017年7月に結婚を発表して、2015年に第一子となる長女シオンちゃんが誕生しています。2人の順列初めは2011年にベトナムで行われたサッカー親善試合第1回トサンアジアンドリームカップでした。その後ハン・ヘジンさんが MC に起用されていたテレビ番組「ヒーリングキャンプ」にキ・ソンヨンさんが出演。キ・ソンヨンさんは番組内で「ハン・ヘジンさんのようなスタイルの人がいい、彼女のような女性ならすぐに結婚する」と自身の理想のタイプだと語り、ハン・ヘジンさんに好意を持っている発言をしていました。
番組が放送された翌年点2人が恋人関係だという報道がされます。しかし当時班ヘジンさんはボーカルグループのブラウンアイドソウルのメンバーであるナオルさんと9年間にわたる公開恋愛を終えた直後だったため、二股をしたのではとの声が上がることに。この噂についてキ・ソンヨンさんとの交際を正式に認めた班ヘジンさんは心境を告白。私は誰かを傷つける選択をしたことはありません。ただ別れと新しい出会いの間隔が短かったことは事実で、叱咤されても仕方ないことだと思いますと釈明しました。一方のキ・ソンヨンさんも彼女を傷つけないでくださいと長文のメッセージでハン・ヘジンさんへの愛情を示し、交際を理解してほしいと世間に伝えます。この告白から約2ヶ月後点2人は正式に結婚することを発表しました。その後も妊娠したから結婚することになったという噂が浮上するなど、本来なら祝われるはずの出来事に対して水を差されてしまった2人。これには世間からもやりすぎだという声や、ひどい噂のせいで大変だろうなという同情の声も集まりました。過去に交際していたブラウンアイドソウルのメンバーナオルさんとの破局ニュースが伝えられてから、すぐキ・ソンヨンさんとの熱愛結婚説報道が出てしまったことが原因で、ハン・ヘジンさんに二股疑惑がかけられてしまったことがありました。ナオルさんとの関係を終える前にキ・ソンヨンと交際を始めたのではないかとの疑惑が後を絶たない状況になってしまったのです。これに対しハン・ヘジンさんは、別れと新しい出会いの間隔が短かったのは事実なので、その部分においては叱咤されても仕方がないと思います。ですがはっきりと申し上げれるのは、私が誰かを傷つけるような選択はしていないということですとコメント。二股に対しても、誰かが傷つく選択はしたことがありませんと強調し、強く否定していたので、この疑惑はただの噂であったようです。交際を認め結婚に至るまでの苦難を乗り越えた2人の間には、2015年9月に待望の第一子となる女の子が誕生、新たな家族とともに幸せな家庭を築くことになります。2021年2月にオンラインコミュニティを通じてキ・ソンヨンさんから小学校5年生の時に適望業を受けたと主張する複数の後輩が現れ、法的論争に発展したという事件がありました。キ・ソンヨンさんはこのことに対しすぐさま暴行疑惑を強く否定、事実無根として法的対応をすると立場表明をしましたが、提訴した側の後輩 A 氏と B 氏も未だにトラウマになっていると戦闘的な体制を崩そうとしませんでした。 A 氏らの担当弁護士からも、キ・ソンヨンさん側から示談に応じる用意がある、適望業はなかったと発表してくれと言われてん2人はとても苦しんでいると明かされ、収拾がつかない状態になるまで事態は悪化してしまいます。ハン・ヘジンさんもこれに対し、眠れない夜は数えることもできず、いくら違うと叫んでも信じてもらえない現実に気を落とし、なぜ私たちがこんなことになるのか、世の中は本当に怖いものだと誠実に感じたとコメントを発表。それでも変わらずに信じて力をくれる方々のためにも一生懸命に戦うとし、ゾッとするような嘘を作り出し、私たちをどん底に陥れた者たちが正当な処罰を受けられるよう、誤ったことについては心からお詫びするとも語っています。その上で、なかったことに対してはどうか信じてほしいと苦しい胸の内を明かし、応援を呼びかけていました。この騒動の他にも、キ・ソンヨンさんの親が2015から2016年にかけて田畑や水田などの敷地を約4億7500万円で買い入れし、虚偽の農業経営計画書を提出した疑いにより書類送検されていたことも発覚。さらに土地の一部を不法に形質変更した疑いが適用され、登記疑惑も提訴されたことに対して、ソンヨンさんは、父にサッカーセンター建設のためにお金を送っただけと自身との関係を否定していました。
暴行疑惑の件も両者の意見が対立して平行線をたどっており、落としどころが見えてこない状況で、真相判明までにはまだまだ相当な時間がかかりそうだと言われています。大変なこともある中ですが、ハン・ヘジンさんはバラエティ番組に出演した際には結婚生活についてもオープンに明かしており、夫について聞かれた時も後始末が大変だけど夫としては100点と答えていました。日頃から愛情表現は多い方との問いに対しても、自分はクールな性格だけど夫は愛嬌たっぷりの人と語り、当時自主隔離中だったキ・ソンヨンさんに向けて、隔離期間が終わったらチキン食べよう、愛してる、と甘いメッセージを送っていました。ハン・ヘジンさんのインスタグラムにも仲睦まじい家族写真がたくさん投稿されていますし、夫婦仲は順調であることがうかがえます。数々の噂に悩まされながらも、最愛のキ・ソンヨンさんと共に人生を歩むことを決断したハン・ヘジンさん、現在も大きな課題に向き合い、夫を支えながら女優としても母としても奮闘中です。問題が早期に解決され、晴れやかな表情とともに良い報告をしてくれること、また女優として新たな魅力を披露してくれることを期待したいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。